皆さん、こんにちは。砂田です。今日は Vlog ではなく、ちょっと野球に関する投稿をね、したいなと思います。いつも社会人野球選手の Vlog とか言いながら、なんか野球してるシーン結構少ねえなと思って、で今回は、昨日行った自主練、バッティング練習の一部を皆さんに見てもらいながら、一緒にこう今僕がどんな意識でバッティングをしてるかっていうのをね、解説していこうかなと思います。僕のアウトプットも兼ねてやっていくので、皆さん最後まで動画見ていただけると嬉しいです。別に僕プロ野球選手じゃないので、そんな完璧なバッティングとかできないので、いろいろ皆さん見ていて、こうしたらいいんじゃねえかなとか、こういう意識どうとか、いろいろアドバイスとかね、意見コメントあったらね、ぜひコメントいただけると参考にさせていただきますんで、というわけでちょっと映像をね、一緒に見ていきましょう。はい、ではね、今から動画の方を見ていくんですけど、で、その前に僕が今バッティングでどんなことを意識してるかっていうところなんですけど、先日ね、ツイッターで見つけたある一つのツイートが僕かなりこういいなと思って、それを参考にしてるんですけど、今からね、ちょっとそのツイートを見てもらうんですけど、こちらはですね、はい、こちら、ミツさんっていう方がツイートされてて、この方いつも野球のこととか、いろんなことツイートされてて、すごいいつも参考にしてもらってるんですけど、ツイートの通りなんですけど、両肩をひねらない、ボトムハンド、右肘を進展させない、重心移動をしない、足すら上げない、必要なのは体重移動だけ、実は映像のようなピュアなスイングでもおさを抑えるだけで強く振ることはできるんです。自分に合わない不必要なものをトッピングして打撃を難しくしてませんか、ということでですね、打撃王の王が一つ多いんですけど、そこは置いといて、でこのツイートにね、貼られている動画が、こちらになります。はい、こんな感じのスイングなんですよ。僕これ見た時に、確かに自分でバッティングをややこしくしてるなっていう感じの思う節がかなりあったので、ちょっとこのスイングのイメージですかね、こう予備動作を極限まで削り取ったところから、この体幹とか下半身でバチーンとこう振るっていうのをですね、意識をしてるわけでございます、このオフシーズン。はい、ということで、そんな感じのスイングを意識してるよっていうところでね、このスタンドティーを見ていただきたいなと思います。はい、で、今ざっと横からのスイングを見てもらったんですけど、今次からですね、この後ろから見た感じですね。で、もうお気づきの方いると思うんですけど、今この映像で振ってるバットはですね、ちょっと長いものになります。普通より長いバットで、体全身を使ってね、打たないと、振らないと、強い打球がいかないっていうような感じですね。なんで結構、重たいバットを振る方もたくさんいると思いますけど、僕はどっちかというと重さっていうよりか、この長いバットをしっかり、振るっていう方が、個人的には大事なんじゃないかなと思って、こういう長さの違うバットを使ってスイングを強くするっていうことを意識したりしてます。今こうバッティング見ていただいた通りですかね。はい、もう本当に自分の中で極限に無駄なものを減らして打ってるっていう感じですね。はい、こんな感じでネットに向かって淡々と打ってるわけですけども、やっぱイメージとしては、もう本当にこう構えたところにもをトップにして、構えたところをトップにして、もうそこからもうズバッと、なんていうんですかね、ボールを叩くっていうかは、バットで潰すっていうようなイメージですね、どっちかというと。で、よくそのボールの半個上を打つとか、いろいろあったりするんですけど、結構映像だとね、バットをしっかり操れてないところもあるので、いろいろ打球にばらつきありますけど、イメージはもう本当にボールのど真ん中を、もう一瞬でぶった切る、ぶった切るっていうか、ぶっ潰すイメージ。はい、こんな感じですね。はい、これで今意識しているものを、意識していることをですね、アウトプットしながら、僕のスタンドオキティのバッティングっていうのをね、見ていただきました。はい、こんな感じでありがとうございましたということでですね、
はい、ということで今僕の映像みんな解説付きでね映像を流させていただきました。まあこうあんまりこう細かいところには触れずに、まあ僕が今ざっくりこんな感じでバッティング意識してますよっていうところをね解説させていただいたと思うんですけど、まあもしね今後需要があればもうちょっとこう細かいところとかこう深く踏み込んだ部分も解説していけたらなと思うので、もしそういったものが見たい方がいらっしゃいましたらコメントで教えていただければ幸いです。11月12月でオフシーズンに入って寒い季節にはなりましたけども、まあいろいろ皆さん課題を持って取り組まれてるかと思います。まあ僕もその中のうちの一人で、まあ本当に何が正解とかではなくて、まあ本当に日々、まあ、情報収集をしながらも自分の中でしっかりその情報を吟味してですね、で自分にとっていいなと思ったもの、試したいなと思ったものをトライアンドエラーでやっていくっていうような感じで、また来シーズンに向けてレベルアップできるようにやってるわけでございますけども、まあ、言ってねオフシーズンなんて本当に一瞬で終わると思うので、なんか休みの期間だと思ってダラダラ過ごしてたら本当にもうシーズン暖かくなってシーズン来ちゃうので、まあいつも言ってることは変わらないんですけど、まあ一日一日を大事に過ごしていきたいなと思いながら本日の動画ですね締めさせていただこうと思います。まあ、こんな感じでですね、僕の YouTube チャンネルイタル Vlog では社会人野球選手として、まあ、仕事と野球に両立する僕の日常っていうのを、まあ、Vlog だったりこういった動画にしてですねお届けをしております。まあ、動画が少しでも面白いとか役に立った、参考になった、モチベーション上がった、やる気が出た、一緒に頑張りたいと思いましたと、何かしらプラスのエネルギーが届けられたらなと思ってます。応援していただける方はですね、高評価ボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。というわけで本日の動画以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。